なかなか難しい話ですけれども、はずだ、あ、今おいくつですか？5年生。小学校5年生、ありがとうございます。学校の中では増税メガネというキーワードも皆さんご存知なんですね。増税クソメガネ違う、何ですか？クソメガネは言われてない。すいません、お詫びして訂正申し上げます。何て言われてるんですか？増税メガネって言われてます。増税メガネって言われている。ありがとうございます。まあ、小学校の中でもですね、岸田さんは増税メガネの大人気ということでございますね。というわけでですね、岸田さんが一体どのようなことをやってきたのかということについてのお話を少しさせていただきたいと思います。例えば今の、その前に能登半島、先ほどお話しした能登半島の話ですね。能登半島の地震に対して一体自分はどういうことをやっていくかってことを言ってきたかと、ちょっとチェックしてみたいと思います。先ほど言った通り、能登半島地震に関して事実上国はもう終わったことにしたいようです。一方でこの地震が起こった時にはさまざまなリップサービスをしています。ご覧いただきます。こちらです。地域のコミュニティが守れるんだろうかという不安に応えなければならない、ね、リーダーシップを発揮しようというような、意気込みが感じられます。他にどんなこと言ってますか？被災者に寄り添い、できることは何でもする、だったら弁当ぐらい届けろやと思いません皆さん、ね、他にも被災者の皆様が一日も早く元の生活を取り戻せるよう先頭に立つ、先頭見えませんよ、遠くにいすぎてまだ出発してなかったっていうね、びっくりしますわ。他にもできることは全てやる、やらなければならないことは必ずやる、被災地の再生に向けてこういうことを言ってるんですけど、全然力入ってませんよ、どういうことなんだよってことですね。じゃあこの岸田さん、事実上口では言うけど動きはしないっていうことがただございますけれども、これは総裁選、自民党のトップを決める総理大臣になる前に行われた総裁選の中でも様々見受けられました。じゃあ過去の岸田発言を遡ってみたいと思います。令和新選組代表山本太郎です。さあ、こちらご覧いただいているのは総理大臣になってからですね。ごめんなさい、こちら2021年10月、所信表明演説、つまりは国会の中で私はこれからこんなことをやっていきますよという宣言をするんですけど、何と言ったか、分配なくして次の成長なし、これ正しいんです、言ってること。何かって成長させますよって言ってるだけじゃダメなんだ、だって30年日本は不景気なんだから、そこにコロナに物価高だろ、だからまずはみんなに分配、軍資金を渡してそのお金でいろんなものを買ってもらい、全国に住む中にお金を回して景気を上げていくという意味合いがあるんです。分配なくして次の成長なし、成長するためには皆さんにまず軍資金ってことを言ってたんですね。ところがってことです。その1年後、この2021年の発言から1年後には、1年後の同じ場面、俺たちはこういうことをやっていくと国会の中で宣言する場面で、なんと分配、皆さんに軍資金を渡す、つまりは減税であったりとか給付金であったりとか社会保険料の減免であったりってことは一切含まれていない。分配という言葉自体が消えてしまうということなんですね。要は何かというと、最初は調子のいいことに、でも後々になってくると話はなかったことになっていくっていうことなんですね。はい、他にもございます。金融所得課税宣言、これはですね、総裁選に出た時に岸田さんが言った言葉なんですね。つまり何かっていうと、中でかなりこれ税金が低く設定されてるんですよ、ここからの収益というものはですね。だから例えばですけど、10億とか100億とか儲けてる人たちから、株で儲けてる人たちからもうちょっと負担いただこうよってことをやっていこうっていう意味合いなんですよ。本当は金融所得課税、こういうことをやってって格差を是正しよう、日本には金が取れる場所があるんだよ、金持ちが放置されてるからねっていう意味合いなんですけれども、なんと1ヶ月後には当面は金融所得課税は強化しない、軌道修正でございます。早いな、多分ね、飼い主たちからね、お前言い過ぎやぞって言われたんでしょうね。票をくれたり金をくれる人たちから、お前なそんなこと言うたら俺らの利益減るやないかって多分クレームが入ったんですね。だから1ヶ月後にはですね、方向転換を余儀なくされたということだと思います。他にもありますよ。はい、総裁選の時には子ども関連予算倍増、
思い切って倍増していかなければならないってことをおっしゃっていました。ところがその後、異次元の少子化対策と言われるものの異次元という言葉言いまくってたのに言わなくなったんですね。はい、従来と次元の異なる少子化対策、どんどん縮小していくんです。最初は大きな花火を上げて、最終的には小さな線香花火みたいな話になっちゃうと。ちなみになんですけれども、子ども子育てに対する予算、少子化問題を解決するためにはいくらぐらいのお金が必要になりますかということに対して、衆議院で参考人に来た専門家の先生は8兆円のお金を投入するということが必要、教育だったりさまざまな分野に対して総合げをし、少子化を是正していくためには8兆円のお金が必要ということだったんですね。はい、だからそれぐらいのお金が必要だから子ども関連予算倍増みたいなこともこの方言ってたんですけど、結果ついた予算どれぐらいって3兆円とちょっと、8兆円を最低限必要って言われてたものも3兆円程度に戸惑る、で3兆円程度にとどまるというようなお話でございます。まだあるのかいな、まだあるんですよ。はい、すいませんね。総裁選の出馬会見で所得倍増計画、こういうものをぶち上げたんですよ。つまりみんなの所得を倍にしていくぞ、そりゃ心躍りますよね。自分今給料そんなに多くない、それが倍になるの先々と思ったら皆さん心ときめくはず。でこれはどうなったんですか、所得倍増計画はってことなんですけど、なんとですね、所得倍増が言葉が置き換わって資産所得倍増に変わったんです。純粋な所得倍増からそこに一言加わって資産所得倍増になったんですね。どういうことですかということなんですけれども、これはみんななんか生活不安なんか、給料少ないか、だったら自分で紙とか買って投資したらどうや、そういう話なんですよ。なんだそれって、30年不況が続いている中で全体の給料が上がるような政策を打っていかなきゃいけないのに、あんたが給料を上げたいんだったら、所得を増やしたいんだったら自分で投資とかやりゃいいやんか、株でも買えばっておかしな話でしょ。そんなもの政治で言っちゃダメなんですよ。総理大臣が言うことじゃない、博打やれや、リスクがある商品買えよ、それで何とかしたらどうだなんておかしいじゃないですか。まず所得を倍増するというならば、景気が悪い状態を変えていく必要がある、つまりは景気を良くする必要があるんですよ。景気が良くならない限りは賃金なんて上がらないんだから、賃金上げるためにはまず景気を上げること、景気を上げるために必要なことは何、あなたの使えるお金を増やすこと、あなたの使えるお金が増えればみんな必要なものを買ってそのお金が社会に回っていくってことですよ。じゃあどうやってあなたの使えるお金を増やすの、減税じゃないですか、社会保険料の減免じゃないですか、悪い物価高が収まるための給付金じゃないですか。景気が悪いと今このような形でみんなの使えるお金を増やす政策は世界で当たり前に行われてるんですよ。日本は薄すぎる、事実上の放置プレーを続けすぎてる、こんな自国民に対して経済制裁を加えるっていうような政府は倒すしかないんですよ。こんな悪党いませんよ。岸田さんの悪いところどんなところですかっていうことで、以前言ってたことと全く違う方向に進んでいってしまっているっていうことがたくさんあるね。口ではうまいことを言うんだけれども、やってることは全然違うじゃないか、これ一般的には詐欺師って言います。すいません、そういうことでした。ありがとうございます。